皆さんどうもこんにちは。夢の中でも編集していたウプ主のミーです。お、いいことじゃねえか。だって私がウプ主の枕元で何度も動画を再生していたからね。やあ。霊夢お前私の枕元ではやるなよな。ふふふどうだろうねー。ということで今回はいつもの3人で、5分以内に自殺しろというかなりショッキングなタイトルのゲームをやっていきます。グロテスクなシーンがあるから注意してみてくれだぜ。それじゃあ早速やっていくわよ。今回の舞台はオフィスです。ここで簡単なキャラメイキングができるみたいだぜ。あれ、なんでゴリゾーみたいなキャラが作れないの？こんな生命力の塊みたいなのできたらゲームバランスぶっ壊れるわ。最初はゴリゾーみたいな女の子でやってみるよ。普通の可愛い女の子だろ。普通の可愛いゴリゾーでプレイだ。わかったもういい。普通の可愛いゴリゾーでやるぜ。ちょっとマリサがよくわからないこと言っておりますが、可愛い OL でやっていきますよ。お前らが言い出したから乗ってやっ。うちのマリちゃんがすいませんね。今日も私は社畜よ。あ、A 子からメールだ。今日確か合コンの日じゃない。人数の関係で私は来ないでくれって。あの女、私が B さん狙いだって知っててわざと。女の戦いは怖いぜ。もういいわよ。A 子のせいで死んだことにしてやるんだから。早まるなよ。さあ始まりました。まずはタバコを食べて。食べるなよ食べ物じゃねえよ。今のタバコは 3% のダメージだったね。このゲームはより早く自殺できた方がいいからダメージ量が大きいといいんだよ。おいちょっと待てこいつどっかで見たことあるぜ。ああ、こいつはあの有名なスヌーのチャーリーラウン。いい感じにピーを見れんなよ。あのドラム缶を覗いてみよう。誰が頭を突っ込めなんて言ったよ。4% か、まだまだ足りないね。次はこのソーラーパネルを使ってみよう。うわあちぃ。全くつかないわ。化け物かよ。このジーコはかなり撃たれ強いからね。撃たれ強いにも程があるんだろ。一通り空いてきたので次行きましょう。日焼け感覚だな。このタコみたいなのは何だろう。これでダメージを食らうことができるのか。ちょっと試してみようか。まさかタコを伝って電気が。ちょ、何この手。無表情じゃねえか。ジーコはあれくらいじゃへこたれ。死んでる。骨になってる。マリサ、そんな、私じゃねえよ。もしかしてこの花壇が原因じゃ。この花壇が原因ではなさそうだね。いや明らかにこの花壇が原因だろ。ジーコが特殊なんだよ。そうかな。ほらマリサこの花壇じゃないって。一般人が入ったらすぐに骨になっちまうわ。ジーコもだいぶケチャップ感が強くなってきたね。ジーコは何でもかんでもケチャップをかけて食べるからね。ケチャップじゃなくて血だよ血。ブラーっと。うるさい。なんだ今の。見なかったことにしましょ。エリアを移動してきました。受付をクリックできるよ。ちょ、親父何すんだ。聞かねえよ親父。マジかよ。これならどうだ。蚊が止まったのか。嘘だろ。今度こそこれでしまいだ。くわ、これはさ。バカにしてんのか。ジー、化け物を。ジーコの生命力はゴリゾーと同じかそれ以上かもな。あ、時間がかなり押しているよ。今度はよくわからないぬいぐるみに入ったらフルボッコにされたよ。まったく効かないけどね。どうなってんだこいつの体は。気づけばジーコの体力もあと少し。なんとか5分以内にはクリアしたいよね。いけるっしょ。いけるわね。なんでそんなに自信満々なんだよ。この場所は大体やり尽くしたから場所を変えるよ。この会社結構広いよな。次は開発室みたいなところにやってきたよ。開発室なんてやばいもんがいっぱいあるだろ。あら、この傘いいわね。傘をよくわからない機械に入れたジーコさん。ケチャップまみれだブー。うるさいわね豚野郎。豚野郎。さっきの傘は一体どこに行ったんだろうね。マリサの帽子の中じゃない。私の帽子は4次元ポケットじゃねえんだよ。出たー。お前の本気はそんなものか。なんで機械に問いただしてんだよ。あ、見て、あと一回何か食らったらクリアだよ。よし、最後はものすごいやつで終わろう。ここまで結構大変だったな。あ、これは見せられない。いろいろアウトだけどこれでクリアかな。お、クリアだぜ。てかなんでこんな明るいんだよ。タイムは2分51秒だったね。次は男の人で挑戦してみようか。お、スタート位置がジーコとは違うんだな。これはプールかな？泳いでいいのかな？ダメに決まってんだろ。可愛い置物だなぁ。そこまで可愛くねえだろ。見るからに怪しい扉。こらマリサ、噛みつくんじゃない？誰がイタチだ。痛いなぁもう。全然痛そうじゃねえな。ジーコさんといいこのジーダさんもなかなかだねー。プールを押せって。うわぁ、ダメぇ。何か、無傷じゃねえかよ。これプールだと思っていたら水槽だったんだね。サメを飼っている会社なんてあるんだね。さっきの広間はもうなさそうだから移動するぜ。なんだろうこの部屋、本がたくさんあるね。いや、ようこそ。ここは、やだったのかー。なわけねえだろ。でもここだけなんか会社じゃないみたいだね。パーティールームかな。お酒もありますしねー。なんで嬉しそうなんだよ。うわっちー。ずいぶん可愛い声だったな。ジーダさん乙女説だよ。見るからにヤバそうな暖炉が。嘘だろ、やめろ。これで 6% しか効いてないってすごいわね。このゲームの主人公は化け物だな。
あ、かわいいパンダ。本物出てきちゃったよ。お前絶望的にまずいな。ひどいな。うまかったらいいのかよ。パンダに噛まれただけじゃ全然ダメだね。あ、社長がいる。獣め。社長。塩酸。へへへ、まんまみや。岩狩りかよ。社長の塩酸攻撃のダメージが 13% もあって、一気に体力が減りました。さっきまで外見何も変化なかったのにあの攻撃でケチャップ化が進んでいるね。この調子ならさっきの記録を更新できるかも。ただマップをうろつくのに結構時間がかかるんだよな。次のエリアは凶器を投げつけてくるおっさんのエリアだよ。あ、トロフィー発見。これはどう使うんだ。うふふ、霊夢ちゃんにお任せ。なんで温めんだよ。大爆発じゃねえか。無傷だけどね。あ、でも 12% ものダメージを負ったよ。いいぞいいぞ、この調子だ。次はスポーツジムに行ってみるぜ。完全にゾンビだわ。誰か気づけよ。会社の中にスポーツジムがあるって相当な大企業だろうね。お、体重計に乗って。あっは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 。精神的ダメージ 1% 受けてるぜ。体重計に笑われたらそりゃショックだよね。お、なんだこのゴリマッチョ。ふ、見せかけの筋肉か。こいつマジのゾンビなんじゃ。ああ、さっきのジーコの記録は越せなかったね。今回かなりパーセンテージが大きいダメージを食らっていると思ったらダメだったか。細かいダメージを蓄積させていた方が早くクリアできるんじゃないか。そうかもしれないね。誰だよ。でもあともう少しだよ。これでいけるかな。見ているだけで痛々しいぜ。あ、クリアだ。さっきよりも遅いけど、さっきとはまた違った方法を見ることができたね。またタイムアタックに挑戦したいぜ。続いてのゲームはみんな大好きボブのゲーム。なんだよボブのゲームって初めて聞いたぞ。わーい、ボブ、ボブ。なんでこいつこんなに喜んでんだ。前にちょこっとだけ100メートル走のゲームを実況したけど、今回はそのスマホ版のゲームだね。ボブ、走ったことない。走ったことしかないって見た目してるけどな。ボブ、頑張って走る。マジでこいつ走ったことないのかもな。行けボブ、さっそうと駆け抜けろ。危うく転びそうになったね。思いっきり転んでたぞ。楽しいね。真面目に走れよ。ボブは陸上の世界大会でダンスを踊っているよ。すごいよボブ、そんな人今まで一人もいないよ。世界大会で何してんだこいつ。ボブ、陸上好きね。100メートル走じゃなくて走り幅跳びとかやればよかっただろ。最後までご視聴していただきありがとうございます。チャンネル登録はお済みですか？PC でご覧の方は上の登録ボタンを、スマートフォン、タブレットでご覧の方は右の画像に出ているように登録ボタンを押してください。この機会にぜひともよろしくお願いします。